皆さんこんにちは。私は、生態系保全プログラム の一つの研究室種子といいます。で私自身も農工大 の大学院を卒業したんですけれども、ずっとその時からこのアナグマという動物を研究してきていまして、まあ、30年にもなるんですけれども、そのなんか動物の研究室を今持って、行っています。で研究室の前、食肉目動物保護学研究室といって、特にですね、いろんな野生動物いますけれども、この食肉目という分類群に着目しています。で、まあ、皆さんもご存知だと思いますけど、まあ、このアナグマはイタチ科の仲間、それからイヌ科の仲間の、日本にもともといる野生動物もいまして、このキツネですとかタヌキなどのいくつもの動物がいます。で私の研究室では特に人間環境の近くで生活しているこういう動物に着目していまして、まあ、これ調査地の一つの光景なんですけれども、東京都日の出町ところの里山的な景観で生活を調べているプロジェクトもあります。でこういう動物 の生活を調べる上で必要な知識はかなり今話にも出ていた生態系プログラム の学ぶことから、まあ、いろんな知識を 1,2 年生の時に得てから研究室に入ってきます。例えば動物生態学ですとか野生動物保全学っていう、まあ、講義がある 2,3 年生の時にあるんですけれども、そういう講義を通して、例えばこの緑色のところですね、各分類群ごとの進化上の特徴、例えばキツネ、タヌキなどは犬科の動物ですけれども、犬科の動物というのは群れ内の協力関係が非常に強くてですね、食べ物はいろんな雑食性でいろんなものを食べる、で人為的なものも結構利用しちゃうんですね。ところがイタチ科の動物というのはオスとメスの生活の差が激しくて、で匂いに頼っていたりですとか、あと生息環境非常に広いです。ですので、まあ、例えばラッコなどのようにずっと水の中で生活するようなイタチ科の動物もいるんですけれども、肉食性の生活は意外と諦めないですね。でそういう動物たちがこの都心ですとかその都市近郊に住むとどうなるかというと、まあ、今までのところを大まかに見て、やっぱりキツネやタヌキっていうのは都市環境をうまく利用してしまうって分かったんですけど、まあ、肉食をあんまり諦めない、人員環境ちょっと苦手なのは、日本イタチですとか日本アナグマ、イタチ科の動物はちょっと苦手なのかなって、もうなんか分かってきています。で生息環境の調査も、かなり行います。これは東京都日の出町にあるこのとこアナグマの巣穴なんですね。でこの巣穴をアナグマがどうやって利用しているかというのを調べたりするんですけれども、まあ、これは捉えた画像の一部なんですけど、この巣穴の前でアナグマ の大人が毛づくろいし合ってずっと夜になるとたたずんでいるっていうことが分かったりするんですけれども、まあ、そういう調査方法の一つとしてこの自動撮影カメラに使ったりします。でこれは実際うちの研究室の学生さんが週1回日の出町に巣穴のところに行ってカメラトラップ のデータを回収しているところなんです。で週1回必ずこの山に行ってそのデータ回収して家で画像をずっとこう分析し続けるっていうのを、まあ、この人は修士の人で1年間ですね。アナグマの方にも春夏秋冬の生活がありますので、まあ、生態学それをちゃんとモニタリングします。ですが、まあ、ちょっと問題点などもあって、まあ、これはハクビシンなんですけど外来生物なんですね。それで、まあ、アナグマの巣穴なのに私は学生時代からモニタリングして30年間もずっとなんかアナグマ一生懸命使っているのにこういう外来生物が今すごく日本のあちこちで増えているんですね。なぜそのアナグマの巣穴のところにハクビシンが来るのか調べています。
ですから、まあ、具体的な研究トピックとしては、まあ、例えばこんな感じで、日本にもともといるタヌキの場合は、大規模の都市緑地ですとか、その河川敷で、まあ、どうやって生活していて、まあ、どうやって保全していくのか、まあ、生態を調べて、で、かつ緑地とか河川管理、いろいろルールがありますので、人間との関わり、地域住民の意識などを調べて、個体群の保全の方法を調べるというテーマ、これ非常に人気があるトピックです。それからさっきのハクビシンみたいな外来生物、アライグマ、ハクビシンなどは、まあ、同じようにして生態も調べるんですけれども、外来生物、日本の場合は外来生物法っていう、まあ、国の法律にのっとった方針がありますので、行政主導 の保全策と農作物被害が出ているので、ですけど、その外来生物だからといって、まあ、いなくなればいいっていうふうに、まあ、簡単に考えられないところもありますので、動物福祉にも配慮したその地域ごとの管理方法について考えます。これも非常に人気のあるトピックですね。なので、まあ、普段の生活こんな感じなんですけど、まあ、こういう野生動物の研究を、まあ、もし入学されるとしたら一緒に行うことができたら大変歓迎しております。で、終了します。